三木俊英探偵機関呉田博士光明自在不思議の指跡と人目をしのぶ写真の少年果たして真の犯人だろうか丸の内の有楽町の四つ角に一軒の 三階建ての高層な新聞社があるその柵の外には毎朝新しい新聞を貼り出す一つの掲示板が下がっている時はちょうど秋の中月の月半前の横浜の居留地に起こった怪しき自動車事件の探偵が住んで56ヶ月たった頃であるがある朝その掲示板の前に大勢の通行人が足を止めてガヤガヤ騒いでいる お役所へ急ぐ役人、自転車に乗った酒屋の小僧ッピーを着た労働者銀行員大工さん車屋などみんな「おすなおすな」と言いながら黒山のように押し重なって新聞の三面のあるところを見ているいやそこに映し出された一人の少年の写真を眺めているのだそのの写真というのは、 うち見たところ1718歳で顎の少し長すぎる鼻の高い目の大きい眉の太い心配そうな顔つきをした少年であるそして写真の脇には「神楽坂殺人事件の嫌疑者加藤留吉」と書いてあるなんだなんだこの写真はスリらしい顔をしてるなあいやスリじゃない ひつけだろおにゃ窃盗に違いないといつものようにやじ馬たちがあれだこれだとうわさし合っていると掲示板のすぐ前に立っていた一人の洋服を着た役人らしい男は得意そうに群衆を見回していやこれはひつけでも強盗でもないよもっと恐ろしいことをしたやつなんだそら この新聞にも書いてあるとおりゆうべ12時ごろ牛込の神楽坂に人殺し事件があったんだところがその犯人は逃げてしまってまだつかわらないが多分この写真の出ている加藤留吉という少年の仕業だろうというので今探偵が厳しいのだえぇ、ー、して殺されたのは何者なんでしょう被害者か 被害者はえっとと役人は新聞を読みながら神楽坂町一丁目三番地の森宇一という古道具屋でこの男はなぜか独り者であるから雇いばあさんと2人で住んでいたところ夕べに限ってばあさんが一晩暇をもらって家へ帰って留守だったそうだその間にくせ者が忍び込んで 金槌かなんぞで後ろから頭をめちゃめちゃに殴って殺しちまったんだね雨戸は外からこじ開けたようで畳にはくせ者の足跡がついていたというんだへえではこの写真のやつが殺したろうってんですねと野次馬たちは写真を眺めてまるで蜂の巣でもつついたように騒いでいるこの時 帝国劇場の方から歩いてきて今しも新聞社の前を右に曲がった一人の少年があるこの少年はなんとなく人に見られるのを嫌がるように小さくなって大道の端の方ばかりをこそこそと歩いていたがあまりに大勢の人だかりがしているので何事かとこれも立ち止まった彼の年齢は1 7八8歳でもあろうか黒い色眼鏡をかけ 濃い飛び色のマントを着て襟に顔を埋め何故か絶えず片手で鼻の下を押さえそして鳥打ち帽子を額の上まで深くかぶって顔を隠しているから誰も気が付かないで彼は人混みを押し分けて何心なく掲示板を一目見たが顔色がさっと変わったああ俺の写真だ もう新聞にまで晒されたのか。これしゃとても嫌疑は晴れまいと思わず独り言をしたがハッと気づいて辺りの人々に聞かれはすまいかと急にビクビクとそこらを見回し帽子を一層深く前にのめらして人混みの中をすり抜けたそしてわざと人通りの少ない堀端の方へ逃れてきたが何と思ったのか遊楽座の前からすき屋橋を渡って 品川の方へ急いで走り出したこの少年は果たして何者だろう諸君もすでに推察したごとく県議者の写真の主加藤留吉その人である一体留吉は2年前に一時の心の誤りから詐欺に等しい所業をして市ヶ谷監獄に入れられたことがあるだから警察の方で 今度の人殺しの犯人の中に彼を数えているのも無理はないが実は留吉は監獄を出て以来深く改心して小石川の水道町の姉の家の店員となり再び元の真人間に帰って正直に勤勉に商売に精出していたのだ今度の事件だって決して僕の仕業なぞではない現にゆうべはちゃんと家に寝て 一足も外出をしなかったのでもわかる」と自分でも弁解しているけれども警察の詮議は厳重だ彼は万一捕らわれて無実の罪でまた監獄へ入れられでもしたら大変だと思ったからこうして姿を変えて忍んで歩いているのである留吉は自分の写真が新聞にまで出ているのを見ると もう心配で心配でたまらなくなったでこの上は高輪の例のくれた博士を訪ねてその力を借りるよりほか仕方がない博士ならきっと親切に自分を救ってくださるだろうと思った彼は博士とは同じ距離の信州から出たものであるから博士の家には日頃から出入りして世話になっていたこの前の入国の時も 大変博士に尽力してもらったことがあるそこで留吉は新橋のそばまで来るとはがきを1枚買い姉のおるいにあてて「これからゆうべの事件について博士の家へお尋ねする」と書いて投函した後電車にも乗らずに高輪の方へ急ぎ出したああ果たして留吉は真の犯人だろうか。 それとも彼の言うとおり無実の罪人なんだろうか指先の傷跡は命の親これで嫌疑は確かに晴れるまもなく留吉は高輪へ着いた汗だらけになった体を拭く暇もなく 博士の西洋館の方の家へ飛びつけてせわしく玄関のベルを鳴らした「戸は内からスーッと開いた」と博士と中沢学士とに送られて出てきた清高の目のギョロッと鋭い一人の男があったその男は博士たちに礼をして何の気もつかず留吉とすれ違って出て行ったが留吉は一目見ると「探偵!」 と心に叫んで慌て腐って転ぶがように玄関の中へ飛び込んでしまった博士と助手とは笑いながら彼を2階の博士の部屋へ連れて行ったハハハハ早速ゆうべの事件でやってきたなおや先生もうご存知ですかと留吉は椅子へ腰を下ろす間ももどかしそうに先生 僕は警察から疑われているようですが、実に残念です。一度監獄へ入ったことがあるからって、そんな誰が恐ろしい人殺しなんぞをいたすものですか。それに、姉にお聞きくだすってもわかりますが、うべは僕は一足も家の外へ踏み出しません。実に僕を疑うなんて、警察でもあんまりです。時に、 今お宅から出かけたのは警視庁の三宅という探偵ではございませんか定めて僕を探しにでも参ったんでございましょうね博士は応用に軽くうなずきながらまあ第一の権威者と目指されているのはやはり君のようだねそう本気になって弁解しても 警察の方には有力な証拠があるというんじゃ何その証拠かそれは主人の殺されたネマの障子のガラスに油っぽい男の5本の指先の渦巻きの形がはっきりと残っていたそれを警視庁の指紋オーナツ部の台帳にとってあるのと比べてみるとまさに 二年前に君が監獄へ入った時移された君の指紋と寸分たがわぬというのだから仕方がなかろう。そ、そんな馬鹿なことが、たとえ指紋が同じでありましても、大勢のうちには同じのがないとも限りますまいから。はっはっは、それはいかんよ。 指紋というのは一万人のが一万人ことごとく違っているべきはずのもので。さればこそ警視庁でも罪人の手をいちいち押させておいて多実の参考にするのではないか。どんな強情な悪感でもこの指紋を比べられたが最後、直ちに恐れ入って白状するというくらいではないか。 しかしまあまあそう騒がんでもよかろう前夜君が自宅に確かにおったとすれば無論犯人は他にあるだろうがわしもこう君から頼まれた上はぜひとも君を救ってやりたいそこで念のために君の指紋を取ってみる必要があるんじゃこう言って博士は机の上の呼び鈴をチリンチリンと鳴らすと 実験室の助手の堀隠しが薄汚れた白い仕事着のまま入ってきた博士はこれに何事か命令するとやがて一つの細長い箱を持ってきた博士は2人の助手に手伝わせて九段の箱を開き中から1枚のゴムで作った薄い板のような膜を取り出して机の上に広げたまた別に活版屋で使うような 柄のついている陰肉棒へインキをつけてゴムの膜へそのインキを塗ったさてほかにまた1枚の滑らかな厚い白紙を取り出したそして留吉の右手をつかみその人さし指の先でインキのついたゴム膜をグッと押させその指で今度は白紙を押させると白紙の表にははっきりと指の渦巻きが残ったこうして 中指、薬指小指親指とだんだん押させていくうちにその人差し指の渦巻きの中に一筋の細かい傷跡が白く写っているのに博士はふと気がついたこの傷跡はどうしたのだと博士が聞くあこれですかこれは1年ばかり前に牛肉の缶詰を開く時に切った傷で。 近所の山川という医者にかかってようやく治った傷でございます。すると博士はその人差し指の渦巻きの頭へ、一年以前に負傷したる傷はとなり、と書き入れた。さらに二三枚の大きな白紙を広げて。そう。今度は五本の指を一度に取ってみるんじゃよ。でも、 韓国では親指だけは別に取りましたよ。それは知っとるよけれどもゆうべの障子のガラスに残っている指紋と同じように映ってみようと思うからこうするのじゃと教えられたこうしていく種類かの指紋が出来上がった留吉はさもさも気味悪そうに自分の指紋を眺めながら震える指先から陰気を拭き取っている。 博士は横目にじっとその顔色を打ち守っていたがしばらくすると時計を眺めて「もう全国の三宅探偵が戻ってくる頃だから次の部屋へ隠れているがいい」「君はどこまでも自分が正直に暮らしているとわしに誓ったからわしも君を信ずる」ともかくも黒白の知れるのは ここ数分間の間にやるんじゃと言いながら留吉を手早く次の部屋に押し入れたその途端に三宅探偵は持ち前の鋭い目つきをして小ンを抱えて上がってきた偽物に驚く三宅探偵さあこうなるといよいよわからぬ お約束の証拠物件を持ってまいりましたよこう言って探偵はばんを開いた中から机の上に取り出したのは枠にはまった小さな紙切れと一枚の薄い写真のようなものであるこれがゆうべの犯人が障子のガラスに残した指紋でそこだけをくりぬいて枠にはめたのですまたこっちは監獄所の指紋オーナツ部で。 2年前に撮った留吉の指紋です博士はまず棚から一つの突面鏡を取り出し探偵の持ってきたガラス板の上にかざして窓から漏れる日光に透かしてみた助手たちも後ろから覗いてみるといかにもガラス面にありありと映ったのは大きく開いた手の5本の指紋であるその中の分けても人差し指を 博士は穴の枠ほど見つめている。探偵は低い。鼻をうごめかせて。どうです。ずいぶんはっきり写っているじゃありませんか？まるでわざわざ写したようでございますね。そう！指紋がはっきりしているばかりでなく、ガラスも非常にきれいになっているね。ちょうど指紋をつけようために。 前もってわざわざ拭う対応じゃねえと意味ありそうに微笑した探偵は変な顔をしている次に写真用の紙切れを取り上げて調べ出したこれは監獄で撮った方の指紋であるでしばらく両方の指紋を見比べていたが何かうなずきながら博士は口を開いて「三宅さん あなたに一つ大切なことを教えてあげましょう。あなたの目指している権威者は、あれは真の犯人ではなさそうじゃねえ。それはけしからんですな。でも、ゆうべのガラスの指紋は、明らかに監獄で撮った留吉の指紋の写真と同一であることは、先生もお認めなすったでしょう。 私も確かに作用を認めますがもちろんわしも同一なものと認める認めるからこそゆうべのガラスの方はき吉の指紋ではないと申すのだ何ですと同じ人間のとお認めになりながらしかもき吉のではないどうもおかしいですなどうも分かりません と探偵はうさんくさそうな目つきをしているははははでは一応説明しましょうと博士はおもむろに椅子を進めて両方の指紋を指さし「この両方のが全く同じ人間のであるのがすでに怪しいのである」「一体監獄の方のはあなたもご承知じゃろうが」 親指だけは別に押させたものである。なぜかと申ずに人間の手というものは4本の指は同一の面に向いておるが親指だけは少し斜めになっている。だから手のひらをまっすぐに広げた時は例えばこのガラスへこうぴったりと当てた時には。 4本の指の指紋は正面にその通り映るが親指のは少し側面が映るわけじゃ。側面が映っては不完全だから多実探偵の時の妨げになる。で監獄では親指だけは別に離させてピタリと正面を向け指紋の全体を映させるのである。しかるにこのガラスのは ご本ともいが写っている。すなわち親指のも斜めに映ってはおらん探偵は自分の手をガラスの上に広げてみてなるほど全くお説のとおりですですがしてみるとこのゆうべのガラスの指紋は5本とも正面が映っているのはどういうわけでしょう それは、五本の指を同時に当てなかった。つまり、親指だけわざわざ離して当てた証拠である。ところが考えてごらんなさい。いかに落ち着いたくせ者とはいえ、とにかく人殺しをしようという場合に、親指を正面にガラスに当てようなどと、そんな悠々とした考えを抱いているものがありましょうか。 すなわちこれはくせ者が偶然にガラスに手を触れたのではない落ち着いてわざとそこへ手を当てたという証拠になるではないですかどうもいよいよわからなくなりましたと探偵は頭を抱えながらですがただいま先生はこの両方の指紋は全く同じ人間のだ それがすなわち、あの時計屋の店員が犯人でない証拠だとおっしゃったじゃございませんか。その訳はこうである。この監獄の方で撮ったのは、留吉の2年前の指紋で、このガラスについているのは、昨夜できたものである。そしてその両方は全く同じものじゃ。ところがじゃ、本人の 乙女吉の右手の人差し指にはこの1年以来1本の傷跡ができていると博士は机の引き出しから戦国乙女吉にさせた何枚かの指紋の紙切れを取り出したこれをご覧なさいこれはあなたが嫌疑をかけた乙女吉の指紋じゃがどの人差し指にも必ず1本の白い筋が入っている。 この白い筋はすなわち彼の指先にある傷跡が映ったのでその傷はちょうど1年前に牛肉の缶を開こうとして切ったものだそうじゃもし疑わしくば留吉が治療してもらった小石川の山川という医師に聞いてみてもお分かりだろうだからこのゆうべのガラスの指紋が はたして、止め吉のであるとすれば、やはり傷跡の白い一筋が入っていなければならぬ。しかるにそれがないところを見ると、全く止め吉の仕業でないことがわかるのである。指紋は明らかに止め吉のであるが、傷のつかない二年前の指紋だからダメじゃ。察するに、 何者か他のくせ者が留吉を罪に落とすために彼の指紋をカラスにくっつけておいたのであろうへえ傷痕がしてみるとまったく私どもの鑑定は間違っていたのですなと探偵は決まり悪そうにしかし一つの疑いがございますのは 果たして留吉がガラスに指紋をつけなかったとしたならば誰のでしょう指のないのにその人の指紋をつくることができはしますまいところがそれができるから妙である現にわしのところにも実物がある博士は小箱の中から「孔」「乙」の印のある2枚の紙切れを取り出したそれには2枚とも 一つずつの指紋が押してある。これは5、6年前にわしが取り扱ったある犯罪事件の記念である。ほら、あなたの目にはこの両方の指紋は全く同じ人間のものに見えるでしょう。しかるに事実はそうではない。オツの方はある悪人が甲の方を真似て人工的に作ったのであって、そのために ほうのほうの指紋のある人はとんだ冤罪を被ったことがあるところでどうして偽物を作るかというにと博士はさらに箱の中から2色の道具を取り出した1つは絵のついた大きな隠形風のもので1つは隠滴を塗ってある石板であるさて形風のものを取って のをこれを1枚の名刺の裏へ押すとそこに一つの指紋がありありと現れた見るとそれは今示された河野指紋と寸分たがわぬものである博士はあきれた探偵の顔を見ながらどうじゃねこれで指紋の偽物が世の中にあることがお分かりだろう。 これは探偵上の必要から河野を真似てわざわざ彫らせたものだが一体こんな仕事は写真彫刻師の手でやれば朝飯前の仕事であるつまり河野なら河野指紋をはじめ写真に撮っておきそれをある特別の二川に押して熱湯をかけて現像すればこういうような指紋の陰陽ができる。 これができさえすれば偽物は何百でもこしらえられるわけじゃどうも驚きました今度という今度はすっかりしくじりましたと三宅探偵はしおしおと立ち上がったこうなればさだめし先生もあの加藤留吉の嫌疑を晴らすためにご尽力なさるでございましょうね あるいは尽力するかもしれぬがもう一歩進んで真の犯人を発見しなくてはわしは満足せぬだから一応ゆうべの神楽坂の凶行の跡を見たいものじゃがねえお安い御用ですでは明朝10時に被害者の宅でお目にかかることといたしましょうこう言って探偵は出て行った それと入れ違いに慌ただしくこの部屋へ駆け込んできた一人の夫人があるもし加藤はどこにおりましょう加藤はと心配そうに叫ぶのを見ると留吉の姉のおるいであるおるいは弟の出したはしがきを見て駆けつけてきたのであるで部屋の中へ入ってきて博士の顔を見るとああ先生 弟はどこにいるのでございましょう今玄関で探偵に会いましたけれどもしや弟はまた警察へ引かれたのではございますのいかいや留吉さんは無事でいるよ。そらあの部屋に隠しておいたから会うがいい。博士は穏やかに微笑みながらおるいを導いて次の部屋の戸を開けると中から 止め吉が待ちくたびれたような顔をして飛び出してきた。兄弟は顔を見合わせてほっと一安心。ニコニコしながら博士は止め吉に向かって。もう安心だよ。君の嫌疑もまず晴れたというものじゃ。えそれをまたどうして私の罪のないことがなぜおわかりですかなぜというて。 そこはわしの岩敷にあるのじゃ。まあ、ともかくもめれないじゃないか。早く帰って家業を励むがいい。と言われて、二人は夢かとばかり喜びながら、幾度か博士や助手たちに頭を下げて帰っていった。どうだね、諸君。随分弟思いの女ではないか。あの剣幕では、 わしはもう少しで顔を引っかかれるかと思った。はっ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 は。と笑いながら、博士は二人の後ろ姿を見送ったが。だが、あの兄弟をああ苦しめる奴は憎むべきである。わしはぜひとも、そいつを一つ踏んじわってやらねば、腹が言えない。 見出される血染めの判決。みがよく行き届いている翌朝になると三宅探偵に約束したとおり博士は中沢助手を連れて神楽坂の被害者の家へ出かけていった途中いろいろ今度の事件について物語ながら行くうち助手はふと気づいて「ですが」 あの指紋が失敗したとすれば警察の方にはもう何の手がかりもないでしょうかさあところがあの指紋が全体おかしいのじゃあのガラスへ偽指紋をつけたやつは二色の指紋隠形を使ったに違いないつまり一つは四本の指の方で一つは親指だけのである そしてその元になる留吉の指紋はどうも監獄の指紋大夏部のから真似をしたように思われるそれがなぜお分かりですかそれはすぐ知れるさ君も見たとおり昨日探偵が持ってきた二色の指紋じゃねえあのガラスの方すなわち殺された家の障子ガラスにくせ者が残していった方の指紋を 2年前留吉が監獄で取られた指紋に比べてみると陰気の濃さから渦巻きの形から残らず同じである一番怪しいのは指と指との間の寸法までが一部も違っておらぬこれがつまりゆうべの誠のくせ者が監獄の台帳にあった留吉の指紋の偽物を作って わざわざ障子のガラスへ押していった証拠になるもし本当にくせ者がめ吉だとしたならば監獄で撮った時と指の間の距離までも違わぬような指紋をガラスに残されるわけがないでは先生は今度のくせ者は指紋大夏部に関係のあるものだとおっしゃるんですかいやそうきっぱりと言い切りもせぬ。 があまあその辺のものの仕業と見れば大した間違いもなかろうまもなく神楽坂下に電車を降りて坂の上の被害者森右一の家に着いた巡査が2人で表を警戒している例の三宅探偵はもう待ち受けていた2人は 探偵の案内で庭口の方から6畳の薄暗い部屋へ上がるとそこが主人のウイチが殺されたところであった畳はまだ血に染まっているくせ者のつけた指紋の跡を切り抜いた障子のガラスの穴から風がビュービュー吹き込んでいる古道具屋のことだから辺りには大きな花瓶や古い仏像やいろんな古いものがたくさん並べてある 探偵の説明するのを聞きながら、博士は庭から座敷からあちこちを見回して何か考えながら、ちょっとお尋ねするが、教皇と同時に何か取られたものがありますかえ、取られたものですか何もございません。タンスなども開けた様子はさらにありません。ですからこれは物取りではない。 この家の主人に恨みでもあるやつのわかと思われます。では雨洞は外から開いたんだろうかそれがですね外から開いたらしくもないのですそれから畳の上の泥足の跡などもどうもくせ者があとからわざと被害者の旅を履いてつけたものらしいです博士はいかにもそうだろうというような目つきをして してその手がかりはそうですね手紙が1本出てまいりましたそれも偽物らしいのですがと言って探偵は部屋の隅から一つの小さな半ケチの包みを持ってきたほどくのを見ると中から出てきたのは時計鎖指輪金縁の眼鏡などでそれと一緒に 手帳の紙を引き貼いで書いたと思うような短い手紙があったそれには「先日お届けいたすようお話しいたしたる時計はこれにてござそうろう留吉より」と書いてあったしかしそれよりも一層博士の目を丸くさせたのはそれらのものを包んだ判決である 薄汚い判決でところどころに血がにじんでいるそれに一方の端へは加藤という二字が小さく墨で書き込んである探偵と博士たちとはなお部屋の中を捜索したり罪人を探し出す手段を相談し合ったりしていたがそれが済むと博士は「三宅さんこの判決はこれは大切な証拠物件じゃから」 この手紙と一緒にわしがしばらく拝借しますよそうですね一日くらいならばと探偵はしぶしぶながら承諾した二品をカバンの中へ納めると博士は助手を促してその家を出た神楽坂の通りへ出ると間もなく助手は「先生 今日は何か有力な手がかりと思うものをお見つけになりましたかわしの思うにはあの殺された森という男は警察の犬をしていたというから悪党どもにはあるいは恨まれておったかもしれぬでおそらくは森に警察へ密告されたやつが復讐的に殺したのだろうと思うだが こんな偽指紋や偽手紙や判決などを用意して留吉の仕業であるかのように企んだのは憎むべき仕業であるでこれからどうなさるおつもりですかさよう留吉に電報を打って今夜宅へ来させるようにしようその上の方針はそれからのことじゃ 動物園は探偵の始まり。電報今夜7時に来い。2人はやがて高輪に戻り命名の部屋に入って仕事に取り掛かった昼飯を済ましてから中澤女子は2階へ様子を見に行ってみると博士は熱心に顕微鏡に目を当てて何かを研究している最中テーブルの上に、 今朝探偵から借りてきた血潮のついたハンケの広げられてあるところを見るとあるいはその血液を調べているのかもしれぬ今しも助手の入ってきたのを見ると博士は何と思ったか急にハンケを箱にしまい込み壁にかかっていた街灯を着て帽子をかぶったどこかへお出かけになるのですか君は動物園へ行かないか動物園へ。 幸い日曜じゃし天気も暖かだからイサムも連れて一つ散歩してこようと思うのじゃ動物園へ大層また珍しいところへいらっしゃるのですな何散歩さカバンが来ているというから見てこようと思ってそうですかそれは愉快ですなではお供い,いたしましょう 連れ立って電車で上野へ降りる。動物園へ入ってみるとなかなかにぎやかだゾウにお芋を投げたりサルをからかったりして大人も子供もキャッキャと騒いでいる新しく来たカバの檻の前にはことに人だかりがしているところが博士は目指してきたカバをば振り向こうともしないでさっさと人混みを押し分け押し分け 北の隅のお山の方へ登っていく先生カバーをご覧にならないのですかと中澤助手は勇少年と共に見ているといやあとであとで。と,でと言いながら博士はずんずん歩いてラクダ小屋の前まで来るとようやく足を止めたけれども格別ラクダを見るでもなく 小屋の番人でも探すように辺りをキョロキョロと眺め回している折しもちょうどそこへ人のよさそうな一人の年寄りの番人が一匹のラクダを引き出して通りかかった博士はそれと見ると早速近寄って「ジョイとおじいさんそのラクダは大層痩せているようじゃが病気ではあるまいね」えー。 いまではございません。どうしてもアフリカのような暑い国から来ましたので自然に痩せるようでござりまする。と万人のじいさんは何のためかしきりに頭を下げる随分こういうものの世話は手のかかることだろうねそれははやめんどうてめんどうて。 おまけにこいつときてはよっぽどひねくれものでしてな。そうかな。だが我々にはこういう動物はめずらしくておもしろい。と言いかけて急に気づいたように。おお、そうそう。この動物園の中でラクダなんぞの写真を手に入れることはできないかね。ええ。 写真ならわけはござんしない。ラクダ小屋にいる我々の仲間に一人写真のうまいやつがおりましてなそいつにお言いになればすぐ手に入りますよもっとも今日はちょっと留守ですがそれはこつごうじゃと博士はガ口から二十銭童貨を一つ出して万人の手に握らせながら いつかまたその男に写真を頼む折もあろうからその男の名前を教えてもらえまいか。へいへいお安いことでそいつの名は宇野勝蔵と申します。何でも以前は市ヶ谷監獄の監守を務めたことのある男だそうでございますが。 何か悪い落ち度があって免職になったとか申すうわさのある男でうん「宇野勝蔵」と博士は熱心に仕事もその名を口の中で繰り返す「へえー、ではごめんなさいましおゆっくりお遊びなさいまして」と銀貨をもらった番人は お世辞を言いながらラクダを引いて行ってしまった博士はやっと一安心といったような顔つきをして急にウキウキしでしたそして子供のようにあちこちを見歩いて檻の中の虎を怒らせたり金網の中の鶴を脅したりしていたがその間にもさすがに注意を怠らない 動物の毛だとか鳥の羽などが落ちているのを見るとすぐさま拾い上げて紙に包んで洋服のポケットに収めたそのうちに日がかげって夕暮れになりだしたので博士は2人と共に動物園を出た先生はのんきにこんなに遊んで歩いてあの神楽坂の事件の犯人はどうして探すつもりなんだろう と中沢学士は不審に耐えないで勇む少年と語りながら後をついてきたすると博士は何を思い出したか途中の電信局へ寄り留吉へ当てて「今夜七時に来い」と電報を打って家へ帰ったラクダを縛った判決の行方 ここうしたことから足がつくものだ。夕飯が済むと博士は実験室の堀隠しに命じて何にするのか今日動物園で拾い集めてきた動物の羽毛の端にくっついている血の塊を顕微鏡で検査させ始めたその間中澤学士は何心なく窓に寄りかかって門外の往来を眺めていたが ふと驚いたように身を引いて慌ただしく。先生先生三宅探偵がまたやって参りましたよ。ちょうど留吉が参る時分なのに、探偵が来ては困りましたね。少しも困ることはない。探偵がいたら留吉のやつ少々驚くかもしれんが、何、かえって便利なこともあるじゃろう。と、博士は落ち着いている。 やがて三宅探偵は例の目をキョロつかせて登ってきた先生どうも突然お伺いして甚ははだ失礼ですが実はその証拠物件の判決などをあなたにお貸し申したことですねあれについて上官からすっかり叱られてしまいまして誠に弱りましたと探偵は頭をかくそれはお気の毒じゃったね だが、もう二三十分待っていただこう。今にここへ止め吉が見えるはずだから、少しあの判決について尋ねた上、あなたにお返しします。いや、それは困ります。あれを止め吉にお店になるだろうと。あれは止め吉の名が書き込んであって、被害者の宅に落ちておった大切なものですから。まあ、そう頑固に言いなさるな。 お互いにこの事件の解決に努めている身ではないか。それに、わしが誓って言うが、今夜は判決をお返しするばかりではない。あの森という男を殺した真の罪人の生命や住所までも、あなたにお知らせするつもりでおるのじゃ。え犯人の生命や住所本当ですか先生 もうお分かりになったんですかと、探偵は思わず椅子から乗り出した。折しも女中に導かれて、留吉が姉のおるいと連れ立って入ってきた。が、三宅探偵の顔を見るとびっくりして立ち止まった。いやいや、そう怖がらずともよろしい。今日はお前を追ってきたのではないから。と、 定はいつになく優しく言ったまったく三宅君は偶然に紛られたのだが君たちもちょうど来てくれたのは好都合であった今夜の用事というのはこの判決を見てもらいたいのじゃ決してビクビクするには及ばぬよう事実をありのままに言うた方が君たちのためになるのだから こう言って博士は例の判決を出して留吉に渡した。留吉は一目見るとたちまち真っ青な顔をして。これは私の判決のようです。ねえ、姉さん、ちょいと見てください。まあ、これは確かにお前のですよ。しかも洗濯屋でなくされたあれですよ。これはね、 こうなんでございますの。と、おるいは博士に向かい。実は半年ばかり前でしたが、新しい判決ケチを6枚買ったことがございました。その隅には、一枚一枚、加藤という字を書き込んでおきましたところが、さよう、ふた月ばかり前でございました。ある日、何心なく調べましたところ、いつの間にか、 一枚だけ名前のないのが混じっていますので、もしや西洋洗濯屋へ頼んだときに間違ってよそのでも入ってきたのかと思い、聞き合わせてみましても洗濯屋では知らないと申しますから、やむを得ずそのままにしておきました。そのなくなったのが、確かにこの判決に違いございません。うーんー、二ヶ月ばかり前に。すると、 7。8月ろだな。と博士はややしばらく考えていたが、やがて何か思いやだったらしく。それでは止めきちんに尋ねるが、君が2年以前監獄へ入った時に看守の中に宇野活動というものがいたりはせなんだが。おおおりました。おりました。何でも写真の係をしておりました。 と留吉は答えた。読者はまだ忘れはすまい「宇野勝蔵」というのは博士が戦国動物園でラクダの番人から聞いた名前である監獄を出たからそのものにやったことがあるからええ一度確かございました何でもハンカチのなくなハンケチのなくなった時より前ですから。 6月頃だと思いますがある日姉の子供を連れて上野へ行った時動物園の中でひょっくり会いました「宇野はもう監獄をやめていや何か不都合を働いてやめられた」とかいうような噂もありましたがとにかく監視をよして動物園のラクダ小屋の番人となったのだそうでしたそれでラクダを引いて歩いていましたが 私どもを見ると大層ニコニコして子どもにラクダの綱を引かせてくれたりなどしましたそうしているうちにラクダのやつめふと石につまずいて足から少し血を流したのですで私は早速たもとからハンを出して貸してやりますと喜んで「まことにありがとう。では後ほど洗って返すから」と言って それでラクダの足を縛りましたそれから私どもは1時間ばかり遊んで帰りがけにまたラクダ小屋の前を通りますと宇野はハンケチを返してくれましたからそのままたもとへ入れて家へ帰りましたのですそれは畳んではありましたけれども洗ってはないようでしたそのハンカチは君が貸してやったのであるかどうか調べなかったのかね いえ格別調べもせずに他の汚れたのと一緒にそのあと洗濯屋へやったのでありますそれで洗濯屋で間違えられたとばかり思っていたのですが今考えますとそのハンカチは宇野の手に入っていたのかもしれませんよしよしそれで万事が分かったと博士はいかにも喜ばしそうな声で それで君の嫌疑も全く晴れたというものじゃ明日の新聞には本当トのくせ者の名が出るから楽しみにしているがいいもう帰ってよしよし意外のところで犯人の捕獲どうしても博士には勝てぬ 喜び勇む留吉と姉を送り出した博士は再び部屋へ戻って血染めの判決を探偵に渡し三宅さんいよいよ真の犯人が分かった今聞かれた通り七八月頃にあの留吉の姉が初めて判決の違っているのに気がついたところが留吉が動物園で判決を宇野に渡したのはそれ以前すなわち 六月頃であった。まあ、留吉の言い草を信ずればそうですな。ところが信じてよろしいわけがある。というのは、わしは空、ご覧のごとく、その判決の血のついているところを少々切り取った。困りましたな、そんなことをなすったが。まあまあ、怒らずにお聞きなさい。 今堀君にその血を検査させるからそれをご覧になればよくわかる博士はテーブルの隅の1台の顕微鏡を引き寄せ堀助手に命じて中をのぞかせたそれには博士が前からハンの血を削り取って差し込んでおいたのである助手はしばらくじっと目を据えていろいろにレンズの度を合わせた後 これは何でも鳥類の血らしいですなけれども鳥類の血にしては中に核が見えないこれはおかしい」となお一心に見つめていたが不意に「あ驚いた驚いたラクダの血ですよラクダの血だ。 確かにそうだと叫んだ探偵も思わず目を丸くしてすり寄ったそう見えるはずじゃまったくラクダの血だからねわしは今朝動物園に行く前にすでに検査してそう思うていた全て哺乳動物の血球は塩球のものであるがラクダ族のばかりは例外であって 楕円形を成しているからすぐにわかるしてみまするとそのハンケチは動物園の宇野が留吉から借りてラクダの足を縛りそのまま返さなかったハンケチに相違ございませんな。とすると一昨夜被害者の宅にそのハンケチを落としたのは実際留吉ではなくてさあおかしくなってきたぞ。 その、うのかもしれない。と、三宅探偵はしきりに首をひねる。知れないどころではない。あなたは、例のガラスにつけた指紋を忘れはなさらんじゃろう。忘れません。が、それがどうしたのでありますかあれは、昨日もお話しした通りに、真の人間の指紋ではなく、 それをまねて作ったこしらえものの指紋であってその原型は監獄で撮った留吉の指紋をまねたのであるそうしますると博士は机の引き出しから一枚の写真を取り出しこれはあなたが昨日持ってこられたもので監獄で5年前に撮った留吉の指紋をさらに写真に写したものであるがまあ その下のところに何と書いてあるか、お読みなさい。へえ、なるほど、何か書いてあります。市ヶ谷監獄監修、宇野勝造、これを写す。と、三宅探偵は声高く読み上げた。そしてパタリと写真をテーブルの上に伏せて、 ああこれで初めてわかりました人殺しの犯人は元の看守の宇野勝三に違いございません今初めて思い出しましたが宇野が監守を奉食している時ある罪人の親元から賄賂を取ったことがありますそれを上官へ密告したのが今度殺された神楽坂の森という男なのです そのために、宇野は監修を免職させられましたから、その恨みを今度晴らしたのでございましょう。何しろ、いつもながら先生には恐れ入りました早速、これから逮捕に向かいましょう。と、痛く簡単した声で言ったが、それは彼が監視をしているうちに、 留吉の指紋を取る際いつか悪事をたくむ時の用意にと思って2枚分取っておいたのであろうその原型によって昨日お目にかけたようなゴムの印をこしらえたのである念のため申しておくが宇野はなかなか写真術がうまいもし動物園へ行って宇野のいる部屋を捜索したならば 写真道具やその他犯罪用の道具がきっと現れるに違いないと博士はいちいち目の前に指さすように言った神楽坂の犯人は果たして宇野勝蔵であった彼はその日のうちに縛られてしまったがやはりみんなの推察した通り自分の悪事を暴いて免職の目に遭わせた森を 恨んで殺したのであった。